カザフステップ、カザフステップもしくはキルギスステップとは、カザフスタン北部より、ロシア南部までの広い草原地帯のことで、ポントスカスピ海草原の東側、ドルビル人バレー平原の西側に存在し、ユーラシアステップの一部である草原である。カザフ草原、カザフ草原とも、同時に、中央アジア北部のことを漠然と指す。この草原地帯は、カスピ海沿岸低地、アラル海。 アルタイ山脈の間に位置し、最大で2 2 0 0キロメートルの長さを有す土地で、面積にして80万4500平方キロメートルほどの大きさがある。また、ヨーロッパとアジアを分けるウラル山脈の南側に横たわっている。また、南西部にはトゥランテーチがあり、東部や南部からの旅行者は全体としては増えている。ポントス平原はこの平原の西部から、 南西部に横たわっている。環境的な分類としては、この草原とシベリアの森林との間の北部には、カザフ森林平原があり、松が植わっている。南部にはカザフ巡砂漠やカザフ大地等の地域が存在する。国地タフ山地はカザフスタンの北部にあるが、カザフ大地の飛び地となっている。この地域は、欠片の気候区分によれば、ステップ気候に属し、大陸性の気候である。 平均して年2 0 0、mm、トルから4 0 0、mm、トルの降水があるが北部ではこれよりも多くの降水がある。平均気温は6月で20度から26度、1月では氷点下12度、氷点下18度程度となる。この気候はグレートプレーンズのカナダ部分、カナダ大平原に非常によく似ている。また風はとても強い。低降水量のために 木はわずかに生えるのみで大部分は草原や砂に覆われている。また動物は北部カザフスタンでサイガやオオノロ、大陸オオカミ、キツネ族、アジアアナグマなどが見られる。草原西部では人はまばらで1平方キロメートルあたりに3人程度の人口密度となっている。東部に行くにつれて人口密度は上昇し4人から7人程度の 人口密度まで上昇する。この地域に住む人々の大多数はカザフ人である。現在、実質ロシアの南部地域となっている地域にはバイコネール宇宙基地が存在する。また、この地域の文化を主題にした映画はトゥルパンが存在する。ありがとうございます。